はい、どうも、哲学とです。今回はですね、結構最近、視聴者さんから聞かれることが増えてきた、シャドウってね、入った方がいいのかどうかっていうね、お話についてお話ししていこうかなと思います。まずですね、このゲームでは、普通の通常のね、クランと言われるものは、レベル30で作れるようになるんですけども、それ以降ね、より上位な、存在として、イモータルとシャドウというね、2つの二大勢力があって、シャドウがイモータルを監視してて、なんていうのかな、定期的に、戦いが起きて、シャドウの、トップチームが、イモータルになるっていうような、形になっているので、初期のね、今だと、まだイモータルはいなくて、基本的にはシャドウに入るか入らないかっていう選択になってくるかなと思うんですけど、基本的に、ある程度レベルが上がって、進行度が上がったら、シャドウには入っておいた方がいいかなと思ってます。ただ、デメリットとしてですね、このクランのところで、通常のね、クランを今までは作成できてたと思うんですけど、シャドウになってしまうと、シャドウクランしかね、作れなくなってしまうので、そこのところはちょっと注意が必要かなと思います。で、通常のクランを、作るときは、1000プラチナでよかったんですけども、シャドウクランを、作る場合には、5000プラチナ必要になるので、そこのところのね、値段も上がっているので、普通の、そんなに、なんていうのかな、シャドウの恩恵を受けなくてもいいから、普通のクランでみんなで楽しみたいよっていう方は、あえてね、普通のクランで、遊んでいくっていう選択肢もあるかなと思うんですけども、シャドウクランね、とにかくね、シャドウに入ることのメリットはとにかくですね、報酬が大きいっていうのと、あとね、ランクが上がっていくとですね、この、今、ランク、今、見張り1まで私来てるんですけど、ダメージ増加 9%、防御力、増加 9% と、このシャドウの中で出世していくことでね、基礎的なダメージだったり防御力が上がるっていうバフがかかるんで、結構このランク上げていくことのね、メリットって、クリア後だと特にね、大きくなってくるので、なんていうのかな、通常のクランで、なんていうのかな、始めたばっかりの人も含めてクランでやってきたよっていう方以外は、基本的にはね、まずシャドウに入ってみることをお勧めしようかなと思います。今後ね、イモータル陣営に入ってくるクランがね、最初から、なんていうかな、出てくれば、イモータルのね、クランに入るっていう選択肢ももちろん出てくるんですけど、序盤のね、今のうちは、シャドウにね、とりあえず入会を目指すっていうのがいいかなと思います。でですね、シャドウのアクティビティということでね、最初にまず、こちらのね、闇の運試しっていうやつがあって、シャドウはですね、基本的に簡易性みたいな感じになってて、抽選でね、当たった人が入れる。正午と午後6時と午後9時に、ここに来てね、くじを引くことで、入れるっていうのと、あとですね、これ、シャドウに入った後も、この闇の運試しには参加できて、参加するとですね、他のフレンドさんとかをシャドウに勧誘することができるアイテム、こちらのね、アケバの印象指輪っていうのもらえますので、もうすでに入っちゃったよっていう人も抽選に参加して、これからね、抽選を受ける人に、なんていうのかな、紹介状を書いてあげるようなことができるようになるので、アケバの印象指輪、いくつか集めておいてあげると、フレンドさんのためになるかなと思います。フレンドから招待されないで入る方法としては、自分でここのね、闇の運試しに応募して、当たれば入れるっていう感じですね。現在のところ結構まだメンバー数がね、余裕があるので、毎回出しておけば、運が悪くてもね、何回かやれば、シャドウになることは簡単にできると思いますので、ぜひ試してみてほしいなと思います。で、それ以外のね、じゃあシャドウのランクってそもそもどうやって上げていくのよっていう話なんですけども、シャドウのランク上げにはね、いろんなね、アクティビティがあるんですけども、一つがね、この策略っていうもので、報酬クエストよりもう少し複雑なクエストをね、1日3個までできるんですけど、3個まで解くことによって、このね、ランクに必要な、こちらのね、
経験値を貯めることができると。でもう一つ流血の道というのがあるんですけど、こちらはね、漢字としてはチャレンジリフトの簡易版に近いんですけども、まあ1フロアずつこう登っていって、まあ自分のね、火力の続く限りフロアを更新していくことで、ポイントが獲得できるっていうもので、策略とね、流血の道は時間帯選ばずにできますので、まあ空いた時に、やっていく、火力が上がった時に流血の道やっていくのがいいかなと思います。で、次にですね、こちらの、宝物庫の襲撃ですね。こちらが、まあ、12時から14時と。まあ、ちょっと時間帯はね、後で、しっかりと、まとめた表がありますので、クエストだけまずお伝えしておくと、宝物庫の襲撃っていうのは、パーティーを組んでね、宝物庫にこう、イモタルの宝物庫に宝物を盗みに行くっていうやつなんですけど、まあ、基本的にその場でね、4人パーティーを組んで、挑戦できるので、まあ、この時間帯に行ってあげればいいかなと思います。で、戦場はですね、8対8の PVP になりますので、まあ、なんていうかな、対人戦に合ったビルドにした方がいいかなと思いますので、すでにね、複数のセットアイテムの、複数のこう装備のね、切り替え方法については武器庫の使い方の動画出してますので、まあ、ぜひね、その武器庫の動画見ていただいて、なんていうのかな、モンスターと戦う用の装備と、あと、まあ、やっぱ対人戦用に戦う時の装備っていうのを切り替えた方がいいので、やってみてほしいかなと思います。まあ、例えば召喚ネクロだったら、あんまりね、召喚モンスター系って、対人戦だとね、動き読まれちゃって、あんまり強くなかったりするので、そこら辺を他のスキルにしたものを、武器庫の方に保管しておいて切り替えるとかね、そういうことをやってみるといいかなと思います。で、まあ、戦場もね、ちょっとルールつかむまでなかなか勝てなかったりするのと、あと自分がね、たくさん死んじゃうと、強制的に負けになっちゃうような条件もあるので、まあ、そこら辺はね、ちょっと一回ルールの方は確認した方がいいかなと思います。でですね、これ集結というものがあって、月曜から土曜日の6時と、6時から8時まで。やってるんですけども、これね非常にお得で、ただねその場所に行くだけで、こう報酬もらえますので、まあ集結はね必ず行った方がいいんですけど、まあ午後6時から8時の間に行かなきゃいけないので、まあなるべく早い時間の方がいいかなと思います。お互いに報酬を、与え合って、こうポイントがもらえるっていう感じなんで、かなりお得。経験値ももらえるんでかなりお得なので、集結はね時間があれば、毎日行った方がいいかなと思います。ですね、これはもっと大きな、イモータルとの戦いに関わる部分ですけど、追放の儀式というのが、日曜日のね8時に、行われるようになっていて、これはですね、その前段階であるシャドウウォーというやつで、シャドウクラン同士の、ダーククランかな、ダーククラン同士の戦い、シャドウウォーの中で、上位を占めたチームで、イモータルとの入れ替えをかけた、まあ、儀式を行うっていうやつなんですけど、まあ、最初のうちはね、あんまりここら辺、この最後の2つは関係ないかなと思うので、まあ、アクティビティやっていってほしいんですけど、ちょっとですね、まあ、この表だけだと分かりづらいと思うんで、ちょっとね、タイムスケジュール表を作ってみたんで、見ていこうかなと思います。まずですね、1日のスケジュールとしては、朝の8時から10時に1回戦場があります。なので、朝ね、ログインできるよって人は、この戦場をやってみるといいかなと思います。で、12時に闇の運試しの1回目がありますので、まあ、お昼の時間に、加入の手続きしたいよっていう人は12時に入ると。で、12時から14時の間に1回目の宝物庫の襲撃がありますので、この時間がね、当たれば、入ってあげると。で、12時から14時が、また戦場があると。で、夕方18時になると、闇の運試しがもう一回ありますので、こちらで、まあ、シャドウ加入の、運試しができると。で、18時から20時に、集結ですね。先ほどの非常にお得なイベントになりますので、まあ、ぜひね、時間が合えばここの時間には必ず集結行ってみてほしいなと思います。で、18時から20時、同じく18時から20時、戦場がありますので、まあ、集結終わった後ね、時間があれば戦場行くっていう感じがいいかなと思います。で、時間はちょっと前後しますが、19時から21時に宝物庫の襲撃が入ってますので、宝物庫の襲撃行くと。
で、追放の儀式がある場合は20時にここで始まると。これはでもまあ、日曜日の20時限定なんで、毎日ではないと。で、21時に、1日の最後の闇の運試しがあるんで、まあ、1日3回ね、この運試しできますので、申し込んであげると。で、22時から0時に、戦場があって、これで1日が終わりっていう感じになります。で、時間帯こわ問わずにできるものとして、策略がね、1日に3つまでできますので、まあね、時間帯指定のものがある場合はそちらを優先させた方が、いいとは思うんですけども、そういった隙間時間、待ち時間なんかのに、こちらの策略3つやってみるといいかなと思います。で、流血の道もいつでも可能なんですけど、結局自分の火力、基礎的な火力が上がらないと、クリアできる回っていうのは伸びないので、まあ、なんていうのかな、少し装備とか更新できて火力はだいぶ伸びたぞっていう時に流血の道挑んでみるといいかなと思います。で、まあ、シャドウを追放の儀式に関しては、まあ、シャドウに入ってね、ダーククランの中で、まあ、いろいろと活動していく中で、関わっていくことになるかなと思います。まあ、このタイムスケジュールね、まあ私が普段使ってるメモ書きなんですけど、もしなんかこういう一覧表欲しいという方は、なんていうのかな、スクショして使っていただけたら幸いです。まあ、シャドウに入るとね、まあ、さっき言った、なんていうのかな、入れるのがダーククラウンだけになっちゃうとか、まあ、設立できるのがダーククラウンだけになっちゃうよっていうところだけは注意が必要なんだけど、ですけども、他の機能に関してはね、他の人とも使えることができるし、なんとかシャドウに入ってない人と固定チーム組んだりとかパーティー組むことも別にできますので、そこまでデメリットはないかなと思います。なので、まあ、通常のクランで遊びたいとか、あるいは今後イモータルが出てきてそちらの陣営に最初から入りたいとかっていうのでない限りは、シャドウクランは入った方がお得かなと思います。でね、シャドウクランの中でこう、ランクを上げていってこういったね、ダメージボーナスだったり、防御力ボーナスの方を、受け取って、楽に戦闘の方を進めてみてほしいなと思います。まあ、今回は簡単にですが、シャドウに、入った方がいいのかについてちょっとお話ししてきました。まあ、参考になれば幸いです。どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学徒でした。